アルバイトチャンネルの大川です。アルバイトチャンネルの清水です。今回のテーマは動物好き必見バイト特集になります。イエイ。動物が大好きで動物と戯れながら働きたいと考えている人はいませんか？今回の動画ではそんな方必見の動物好きにおすすめのバイトを紹介していきます。ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルではアルバイトに特化した情報を発信しています。お見逃しがないように今のうちにチャンネル登録と概要欄にある公式 LINE の追加をよろしくお願いします。最初にご紹介するバイトはペットショップです。動物と常に関わることができる職場で思いつく仕事の一つがペットショップでしょう。主な業務内容はペット用具などの販売や接客を担当する販売スタッフ、動物の食事の管理やケージの掃除、散歩や病気になった際の看病などをする飼育スタッフがあります。時給は1000円前後で、都心になると1200円の場所があるそうです。お客様からの質問に答え込み、取り扱う動物の説明ができるよう、ペットに関する知識は日々学ぶ必要があります。また、どの動物に対しても偏りなく可愛がることができなければなりません。犬が好き、猫が好きなど、特定の動物のみが好きで伝わる仕事ではありません。ただ、動物の知識も増え、将来動物関連の仕事に就きたい方や、ペットを飼いたいと考えている方にはぴったりかもしれません。興味がある方はぜひ調べてみてください。女性に人気の職場のイメージがありますね。女性が多いっていう、やっぱりその聞いた話だと自分のお気に入りの犬が売れちゃうとちょっと寂しくなるってなる。まあでも出ちゃいますね。働いてると可愛いとかありますよね。次にご紹介するバイトは動物園です。様々な動物に触れ合う仕事といえばやはり動物園は外せません。飼育員のアルバイトは主に正社員の通常業務の補助的な仕事を任されることが多く、園内の清掃、展示など、イベントの準備などが仕事になるでしょう。犬や外野の像など、大型動物に関われるのは動物園ならではです。平均時給は950円から1100円ほどなので、あまり高いとは言えません。経験や勤務年数によって優遇される場合もありますが、運営する動物園によって違いがあり、一概に言えません。動物園の飼育員のアルバイトは、正社員を目指している人が多いのも特徴です。未経験からでも働くことができるので、他の人とは違うアルバイトがしたいという人にもおすすめです。興味がある方はぜひチェックしてみてください。ユニコーンはお給料よりやりがいで働くイメージありますね。動物が好きな人が絶対働くお仕事だけど、結構聞いた話だと、ライオンとかキリンとか人気な動物はやっぱり先輩の人しか来なくて、最初はちっちゃいあのウサギとかが始まって、どんどん昇格していくとライオンとかが担当になるみたいな話を聞きました、ね。でもすごい今すごい興味が来ました。じゃあ一番人気とか一番上のランクの動物は何なんですか？多分ね、ゾウとかが一番危ないし、やっぱ人気あるゾウが一番いい。なるほど。次にご紹介するバイトはトリミングサロンです。人間でいうところの美容室にあたるトリミングサロン。専門的な技術を持っていないと働くことができないイメージが強いですが、実は未経験者でもアシスタントとして働くことができます。ペットの毛のカットやシャンプー、ブラッシング、爪切りなどの業務をはじめ、ペットによってはペットの送迎や散歩、食事や排泄などの管理まで行うこともあります。平均時給は1200円から1500円ほどになります。お店によっては飼育道具や動物用利用品の販売などを行う場合もあります。トリマーとして技術のみならず、道具や医療品の知識、ペットの状態を見極めるのも必要となります。将来、本格的にトリマーを目指す人は、通信講座やトリマーの養成学校などに通いながら、現場で経験を積むのもいいでしょう。興味がある方はぜひ挑戦してみてください。実際に犬を飼っている方からしてみれば、プロの技術が学べるっていい機会ですよね。目の前でトリミングだったりの技術を見るっていうのは、自分がもし目指していたら、アルバイトから始めて、で学校も通いながらっていうのが一番ベストです。そうですね、絶対いいと思います。そして最後にご紹介するバイトは動物カフェです。気軽に動物と戯れることができる動物カフェ。皆さんも一度は行ったことがある方もいるのではないでしょうか。具体的な業務内容としては、ドッグカフェであればお客様が連れてくる犬用の食事の調理をはじめ、店内で販売しているグッズの販売や管理、ドッグランを併設している店舗であれば、ドッグランの管理なども含まれます。猫カフェの場合は、ドッグカフェ同様、猫用の食事の調理、猫の健康管理も必要です。猫カフェの猫は店舗で飼っているため、猫のお世話も仕事の一つです。平均時給は1000円ほどが多いそうです。
一番重要といえる仕事は清掃です。店内を常に清潔に保つために一日に何度も清掃することもあります。また犬猫のトレーニングや実践イベントなどを開催する店舗ではイベント進行などの仕事を任される場合もあるでしょう。犬猫と一番手軽に戯れながらできる仕事ですので、興味がある方はぜひ挑戦してみてください。家の都合でどうしてもペットが飼えない方がしたら、飼えない家が多分今多いと思うん で、ね、結構その常連さんの犬だったら店員さんのことを覚えてくれて、もう行きたい行きたいみたいな、もう通るだけでもう行きたいみたいな感じになると思うんでしょう。そうですよね。犬好きにはおすすめです。はい、はい、ということで今回は動物好きの方に必見な売店を紹介させていただきました。犬猫その他の動物が好きな方はぜひチェックしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。